こんにちは、ディースケです。気になるレゴのあの噂を追ってみようのコーナーでございまして、本日はレゴバットマンの噂の新作についてチェックしていきたいと思います。この噂が出てきたのはちょうどゴールデンウィークの時期だったと思います。その時に SNS で話題になっていた画像がこちらでございます。これ本当じゃないのって思われるパッケージ写真とともにレゴバットマンの新作が出るんじゃないかという噂が飛び交っておりました。まあもうめちゃくちゃかっこいいですよね、これね。そうなんです。これは映画バットマンで登場したタンブラーという車、走行車両でして、バットマンって今までいろいろな監督や俳優さんたちで何度も映画化されてるんですけども、このタンブラーが登場するクリストファー・ノーラン監督のバットマンが僕大好きなんですよね。なのでこの情報が飛び込んできた時はスマホを操作していた指がもうピタッと止まりましたし、正直震えましたね。ただ実は2014年に一度レゴで発売されたんですよね。この当時もねめちゃくちゃ欲しかったんですけど、確かに3万円いかないぐらいだったと思うんですけど、買うお金がちょっとなくて買えなかった苦い思い出があるので、今回ねこの情報を見た時に今回こそは絶対ね手に入れてやるって思いました。ただあれから2週間3週間経ったんですけど、その後このセットについて全然音沙汰がない状態だったので、実際どうなんだろうというところから改めて海外のブロガーさんの記事など見てどうなってんのっていうところをチェックしてみました。今から話す内容も噂に過ぎないので本当に発売されるかどうかも分かりませんので、そこはご注意ください。ということで結論から言うとですね、前回の2014年モデルが再販されるのではないかということでした。つまりこの画像もフェイクでして、フェイクなのかな、2014年のモデルを今風のパッケージに載せ替えてみたっていう画像なんですよね。ただデザインを変えずにレゴで再販という話なのであれば、実際にこのまんまで発売される流れもまあおかしくはないですよね。発売日も今年の後半に向けてリリースされるのではないかということです。まあ2014年のモデルを今購入しようとすると倍ぐらいの値段が今ついてしまっていることもあるので、実際に再販だったとしてもこれはこれで嬉しい噂なのかなって思いました。まあ欲張ってしまうとですね、これとは別の新作セットも同時期に合わせて見ては見たいなとも思います。例えば先日スパイダーマンでデイリービューグルという超大型セットが発表されたように、バットマンでもたくさんのミニフィグがついた超大型セットが発売されたら素敵だなって思います。なんだろう、例えばまあミニフィグサイズのタンブラーが収納できるバットマンの主人公ブルースウェインの屋敷と、その地下にある秘密基地の部分、こんなの出たらたまらないですよね。ということで今回はレゴバットマンで発売が噂されているタンブラーについてチェックしてみました。この画像も含みレゴ公式から正式に発表されたわけではないので、画像も内容も発売もあくまで SNS 上で飛び交っているお話です。実際にどのような内容のセットになるのか、本当に発売されるのかはわかりません。そこはあらかじめご注意ください。それでは次の動画でお会いしましょう。